着替えだ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 。いいでしょう、いいでしょう。着替えだ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 。おや？もしかしてライザ？やっぱりライザだ。こんなところで会うなんて偶然ね。ロミーさん？久しぶりですね。今はオートに来てるんですか？来てるっていうか、なんていうか、今オートに腰を下ろしてるのよね。ロミーさんは今オートで暮らしながら自分のお店を経営しちゃってるのよ。急にどうしたんですか？ずっと行商人の仕事してたのに。ちょっとした休息というか、単なる思いつきというか、まあその程度の理由がいろいろあってね。気づいたら店をやってたってわけよ。なんていうか、相変わらずですね。それで、ライザはどうしてここに？観光か何か？うん、私もしばらくの間はここを拠点に錬金術の研究をしてて。それはいいことを聞いたよ。なら時間のある時にでもお店を見に来てよ。お互い協力し合えると思うしね。はあ、よくわからないですけど、近いうちに遊びに行きますね。わあ、こんな広い畑見たことない。やっぱりオートはすごいな。面白い子だね。畑を見てそんなに楽しそうにする女の子初めてだよ。あなたは？ああ、ごめんごめん。私はカサンドラっていうの。あなたが今褒めてくれたこの畑の持ち主よ。あなたがこの畑を管理してるの？こんなに広いのに。いやいや、今は私入れて5人だけの姉妹経営でね。生活するのに最低限のものしか育ててないの。じゃあこの畑のほとんどが休耕地ってこと？なんかもったいないな。5人で管理するには広すぎて、とにもかくにも人手不足状態なのよ。男の人を雇ったらいいのに。いやー、それは怖い。うちの妹たちみんな可愛いからさ。男が入ってきて妹たちに手を出されたらなんて考えるとちょっとね。だから今のまま細々やっていくっていうのがベストってわけ。理解した？なんとなくだけど。でも女の子だけで畑を経営するのって本当に大変だと思うよ。私も家が農家だったから農作業の大変さは分かってるつもりだし。ああ、
だからあんな楽しそうに畑見てたのか納得したわ。でも私は農作業が好きになれなくて、いつもサボってたんだけどね。正直なんだね。ますます気に入ったわ。私たちいい友達になれるかもしれないね。ライザリンスタート、錬金術しよう。ライザリン、ライザか。いつでも遊びに来てね。うん、よろしくね、カサンドラさん。迷子になっちゃうから一人で行かないでね。ライザ、また来たのか。用事もないのにあまり来るような場所じゃないぞ。前に会った時ちょっと濁した言い方しちゃったの気になってて。うん、そいつは奇遇だな。俺もライザの仕事のことで聞きたいことがあったんだ。単刀直入に聞くが、ライザ、お前さん錬金術師とかいうやつじゃないか。知ってるの？知識として知っている程度だ。そんな驚かれるようなことじゃない。錬金術師ってのは確かどんなものでも作ってしまうんだろう。空を飛ぶ道具とか、水中を自在に歩ける道具とか、そういう魔法みたいな道具をな。そういうのは作ったことないけど、やり方が分かれば作れるかも。でもこの前の話だけでよく錬金術師だって見抜いたね。俺の仕事は直感が大切なんだ。でなきゃ生きてられないからな。あ、そういえばクリフォードさんの仕事もまだちゃんと聞いてなかったっけ。トレジャーハンターさ。トレジャーハンター？遺跡なんかに入ってそこに残された財宝を探す。ロマンがあるだろう。言われてみれば見た目はそんな感じするね。ロマンについては私はよくわかんないけど。なんだこいつ。あ、ちょっとフィー、驚かせちゃダメだよ。ウィー。そいつはなんだ、見たことない生き物だが。この子はフィーだよ。何の生き物かは知らない。知らねえのかよ。そうか、フィーってのか。お前みたいなやつ初めて見たぜ。なんだ、お前言葉わかるのか。なんだよ、ロマンがわかんねえとか言ってたが、しっかりロマンあるやつ連れてんじゃねえか。ふん。まあいい、話を戻そう。錬金術師のライザなら
聞いたことないか。この王都の近くに水に飲まれた都があるって話を。水に飲まれた都？そうだ、大昔からの伝承でな、水底に眠る星の都は星降る夜に生まれた都、光をたたえた悠久の財宝はその地を語るっていうのがあるんだが、聞いたことないけど。でも悠久の財宝？確かそれって前にタオが手帳に載ってた伝承を読んだ時に聞いた気がする。俺はこの伝承を知った時からずっとその水底に眠る星の都を探しているんだ。そこに眠る悠久の財宝を手に入れるために。本気なのそれ？ああ、それでな、その水底に眠る星の都ってのはこの町の近くにあるみたいなんだ。心当たりないか？ごめんなさい、私よそ者だからこの辺のことをよく知らなくて。そうだったのか。それは失礼したな。旅慣れてる感じだったから勘違いしてたぜ。でも、古い言い伝え、水に飲まれた都、もしかしてタオが何か知ってるかも。タオ？私の友達でそういうことにすごく詳しいの。この辺りの伝承とかも調べてるから多分。一度話を聞いてもらうのもいいかもな。ライザ、そのタオというやつ紹介してもらえないか？うん、いいよ。タオもクリフォードさんの話に興味持ちそうだしね。多分学園区の方にいると思う。案内するからついてきて。今のってなんてまさかね、王都のこんなところにいるはずないのに。ライザ、元気にしてるかな？飛ぶのは構わねえが、人の頭の上はやめろ。頭の上に降りる奴がいるか？おい、こら、何くつろいでるんだ？フィーはボースの家にあった石から生まれたからね。多分、同じ匂いがして落ち着くんじゃない？暴れるんじゃねえぞ。まった。そういえばライザー、島ではまだ錬金術師として働いているのか？まあね、3年前に比べて村の人たちもいろんなこと依頼してくれるようになったよ。すごいな。へえ、珍しい、ボースが褒めてくれるなんて。こんなに長い間お前が一つのことに対して打ち込むのを見たことがなかったからな。人を飽き性みたいに言わないでもらえる？俺の知っているライザはそうだった。そういうボスはどうなの？って聞くまでもなかった。跡取りになるための勉強よね。当然だ、そのためにここに来たんだからな。子供の頃から本当ボスは変わらないよね。正直さ、ちょっと尊敬するよ。ふん、遅いくらいだな。ま、ライザもようやく長続きするものを見つけたんだ。途中で飽きて投げ出したりなんかするなよ。お会いに来たま、そんな気はないですよ。だ
美味しそうな匂い。何の料理かな。いらっしゃい、ライザ。はっ、に、匂いに誘われてつい。はっ何か食べてく？そうしたいんだけど、今、ちょっとお財布が寂しくて。あらあら、なら、ちょうどよかったかもね。ちょうどいい？実はね、新作料理の試作品があるんだけど、味見をしてくれる人を探してたの。味の保証はない代わりにタダ。どうかしら、味見してみる？わかったわ、すぐ持ってくるわね。あ、私のお腹と会話しないで。ごちそうさまでした。お腹いっぱいだよ。お粗末さまでした。それで料理の感想は？文句なし、とっても美味しかった。ボリューム満点だから私のお腹も大満足。よかった、マスターも喜んでくれると思うわ。マスター？そっか、料理はゼフィーナさんが作ってるわけじゃないんだ。そうね、私は接客担当だから。接客担当って、このお店の接客ゼフィーナさん一人で回してるの？そうなのよ、散々言ってるんだけれど、マスターが全然人増やしてくれなくて。たくさんお客さん来るのに一人で回してるなんて結構大変でしょう。お世辞にも楽とは言えないけど、大変とは思わないかな。だって私、ここのお仕事大好きだからね。毎日楽しいわよ。そっか、自分のお仕事をこんな風に言えるなんて、なんかかっこいいな。はい、確かに。それじゃあ掲示板の方に依頼を貼っておくわね。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゼフィーヌさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともお仕事かしら？ちょっと掲示板見ておこうかなと思って。わあ、今日もいろいろ貼ってあるね。ライザ？本当にライザなの？はい。仕事してるけど元気だよ。え、ルベルトさんと一緒じゃないんだ。
あれからお父さんのお仕事を手伝うようになったの。今ここの仕事は私が任されてるんだよ。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ、その後ろにいる子は？あ、この子はフィーって言って、説明すると長くなっちゃうけど、私の友達だよ。フィー、この子は私の友達のクラウディア、仲良くするのよ。フィーちゃんか、はじめまして、よろしくね。ところで、ライザはどうしてオートに？実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。それってつまり冒険ってこと？そういうことになるかな。危険なことはない？危険がないといえば嘘になるけど、3年前の冒険に比べれば全然平気だよ。そっか。あのね、ライザ。ん？何？ううん、やっぱり何でもない。そう？それよりせっかく会えたんだからゆっくり話さない？そうしたいんだけど、ごめんなさい、今日はこの後の仕事の予定が詰まってて。でもライザもしばらくはオートにいるんだよね？うん、そのつもりだよ。それじゃあ今度時間を作って話そうよ。うん、絶対にまた会おうね。これからまたよろしく、クラウディア。クラウディア、大人になったな。私も負けないように頑張らないと。タオ、クリフォードさん、こんなところでどうしたの？やあライザ、この前クリフォードさんから聞いた話について少しね。もしかしたら僕が調べていた伝承の欠けた一節かもしれない。悠久の財宝って部分よね。うん、それに大昔の話だけど、この近くに星が降ってきたっていう伝承が残されているんだ。そういう現実離れした荒唐無稽な話にはあまり興味がないんだが。そうでもないよ、町を飲み込むほどの大水ということは相当大きな窪地ってことになるよね。星が降ってきた衝撃によるものなら、町一つ分の窪地くらいできると思わない？うーん、一応辻褄は合うか。まさか星の伝承と大水の伝承がつながるなんてな。不思議なこともあるもんだ。僕も最初は驚いたよ。でも二つの伝承を合わせると遺跡の場所についても自然と分かってくるんだ。それが北の森を抜けた先、巨大な湖の広がる場所、その水底に遺跡が眠っていると思うんだ。ありがとな、タオ。これであとは湖の底を調べる方法さえあれば完璧だ。問題はそこなんだけどね。遺跡を見つけたとしてもずっとは潜っていられない。俺もそう思ってたんだが、ちょっとした可能性を見つけてな。ライズ、お前の力俺に貸してもらえないか？え？私？前に言っただろ、錬金術なら水中を歩ける道具を作れるってよ。作り方が分かれば作れるかもとは言ったけど。なら、その作り方を調べる手伝いをする。だから俺にも力を貸してくれないか？
このままじゃ俺はお宝にたどり着くことはもちろん、自分の考えが間違っているかどうかすらも確かめられない。そうは言っても、私たちも今は他の遺跡の探索とかで忙しいし。なら俺もその遺跡探索に同行させてくれ。お前たちと一緒なら俺も錬金術のあれこれでお宝に出会える可能性が高くなりそうだし、俺の経験と技術でお前たちの探索を手伝うこともできると思うしな。そうかもしれないけど、おっと、別に今返事をしろとは言わねえよ。ただ俺は絶対に役に立つ男だぜ。前向きに考えといてくれよな。ふぅ、はい、ちょっとお昼寝でもしちゃおうかな。はーい、空いてますよ。ずいぶんと暇そうだな。ウォルカーさん、どうしたんですか今日は。最近の調子がどうか気になってな。錬金術の研究の方は順調かね。はい、ボルカーさんがこの部屋をタダで貸してくれたおかげです。そうか、助けになっているのであれば私も喜ばしい。だがライザさん、忘れてはいないだろうな、タダで貸すのには条件があったこと。町の人を積極的に助けろというのは、寝る間を惜しんだり自分の生活よりも優先して助けろという意味ではない。だが少なくとも積極さが見えない時点で条件を満たしていないことになると思うのだが、さてこの場合私はどう対処すればよいだろうか。ライザさんはどう思うかね。いえ、私が積極的に人助けをするのでボルカーさんが対処する必要はありません。本当かね。約束します。わかった、ライザさんのその言葉信じよう。今後の活躍を期待している。では失礼する。びっくりした。でもサボりすぎちゃった私のせいよね。後で掲示板見に行ってみようかな。紹介したい人がいるの。デニスさん、こちらはライザ。前に話した錬金術師をやっている友達です。ああ、君がクラウディアさんのお友達の。会えて嬉しいよ。よろしくね。はい、ああ、ごめんごめん。まだ名乗っていなかったね。僕はこの職人区で鍛冶屋をしてるデニスっていうんだ。鍛冶屋でもあって彫金師でもあるんだよ。鍛冶屋さんの彫金師。
両方とも金属を扱う仕事だね。ものづくりが大好きでね。特に金属はいろんな形になるから面白いんだ。と、それはそうと、クラウディさん、頼んでいた金属のことなんだけど。はい、明日の朝一に工房へお届けします。材料の金属はバレンツ商会から卸してるんだ。うん、バレンツ商会のは品質がいいからね、安心して使うことができるんだ。喜んでいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に助かってるよ。素材の品質は作品作りにおいて重要な要素だからね。さてと、それじゃ僕は工房へ戻るよ。クラウディアさん、材料をよろしくね。ライザもいつでも工房に遊びに来てくれよ。いろんな金属製品を扱ってるからきっと楽しいと思うよ。うん、絶対に行くね。待ってるよ。それじゃ。それにしてもクラウディアもあんな風にお客さんの依頼を受けてるんだね。もう慣れたから大丈夫よ。それに忙しいけどやりがいもあるし。まあやりがいがあるのはいいんだけど。ん？ううん、何でもない。さてと、早く帰って金属を手配しなくちゃ。何か悩み事でもあるのかな。ライザー、君の武器を見せてもらってもいいかな。私の杖を？別にいいけど。うん、やっぱりだ。ライザたちの武器や防具はもう一工夫すればもっと良くなると思うよ。もう一工夫？うん、この杖もライザが錬金術で作ったんだろ。だからかわからないけど、武器自体の重さや重心、柄の太さなんかの細かい部分が微妙に合ってない。そんなの全然気にしたこともなかった。強度や切れ味にばっかり気を取られてたのかも。まあ、そういうのは専門家じゃないとね。それで、もしよかったらその調整を僕に任せてみないか。え、いいの？もちろんさ。錬金術で作った武器や防具をいじれる機会なんて普通ないからね。いらっしゃい。今日はどうしたの？何が必要なんだい？またいつでも遊びに来てね。本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。
僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてどこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな、どう思う？普通だと思うよ、いつもこんな感じだし。いえ、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから。異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。準備っと。推理開始。推理開始。これの情報はこれはないかな。なんか強い決意が感じられる遺書だな。私が知ってるのはこれは、違うかな。これはないかな。これは、違うかな。これはないかな。
違うかな。これの情報は、これはないかな。これは旗？何の旗なんだろう。私が知ってるのはこれなら意味が通るかも。死んだ後も使命を全うしようとするなんて。これって錬金術で使う道具かな。似てるけど微妙に違うし、魔力が含まれてるみたいだけど、どうしてこんな延べ棒に？これの情報は、私が知ってるのは、あ、これだ！これの情報は、綺麗な担当、大切なものだったのかな。これを送った人は長い冬を終わらせる太陽になりたかったのかも。私が知ってるのは、しっかりしてて握りやすい魔女のことが好きだったんだろうな。これの情報は、おとぎ話？本当にいるとは思えないし。
この辺で取れる素材もだいぶ分かってきたかな。そろそろレシピ変化を試してみてもいいかも。空間島にはなかったものもあるし、新しい組み合わせも試してみるか。コアクリスタルって便利だけど、何か足りない気がするんだよね。何かって何さ。わかんないんだけどさ、なんかこう、頭に引っかかるものが。またおかしなこと考えて巻き込まないでよ。失礼ね。もうちょっと便利に。そうだ、ひらめいた。しちゃって大丈夫なの？まあなんとかなるでしょう。うまくいけば今よりも間違いなく便利になるはずよ。だといいんだけど。ピー、君のご主人様が無茶しないようにちゃんと見張ってておくれよ。休もうかな。寝ちゃわないようにしないと。どうしたのフィー、お客さん？ごめんください。あれ、クラウディア、よくここがわかったね。カフェのゼフィーヌさんが教えてくれたの。ちょっと探すの苦労したけどね。こんにちは、フィーちゃん。今日も元気ね。それで今日はどうしたの？もしかして仕事がお休みとか？ううん、ちょっと聞きたいことがあって。ライザ、クリフォードって人のこと知ってる？トレジャーハンターのクリフォードさんのこと？やっぱり知ってるんだ。じゃあ、あの人と一緒に冒険に行くの？まだ考え中だけど。クラウディア、クリフォードさんのこと知ってるの？少し面識がある程度だけど。この前、たまたま会って少し話した時に、その話をされてね。ちょっと心配になってそれで来ちゃったの。大丈夫だよ、遺跡に詳しいタオも一緒だからね。そうじゃなくて。え？じゃあどういうこと？それは、そんなに心配ならクラウディアも一緒に行ってみない？実際に行ってみればそんなに心配するほどじゃないってわかると思うし、それに前の時みたいにまたクラウディアと一緒に冒険できたら絶対楽しいと思うんだ。ダメ？ごめんなさい、
ょっと問題を抱えてて、それを解決しないことには身動きが取れそうにないの。それってどうなの？実は別の地域で品物の大量納入の依頼を受けたんだけど、その数が桁外れでね。依頼を受けたはいいけれど、全然数が足らないらしいの。え、それまずいじゃん。それでオート方面を担当している私に話が来たの。オートなら十分材料が手に入るだろうからって。どうにかなりそうなの？正直まだ全然足りないんだ。対象全体で頭抱えてるよ。想像してたより大変なことになってるね。けどそういうことなら私の出番じゃない？不足してるものを教えてよ。私がその分用意するからさ。ライザが手伝ってくれるなら安心だけど、本当にいいの？友達なんだから遠慮はなしだよ。ありがとうライザ、本当に助かる。ここに必要なものが書いてあるから、私も他を回って一つでも多く探してみるよ。わかった。じゃあこっちも準備できたら声かけに行くね。うん、よろしくねライザ。何にしようかな。どこに入れようかな。どこに入れようかな。悩んじゃうな。これでどうだ。やった、できた。どこに入れようかな。お、いい感じかも。これでどうだ。うまくいくかな。いい感じ、さすが私。できた。さすがにこの数は大変だったな。で、のんびりしてられないか。早くクラウディアのところに持ってってあげないとね。それお土産？何をしようかな。はい、どうぞ。ありがとうライザ、これでどうにか納品できるよ。喜んでもらえてよかった。
それじゃあこれ材料の代金ね。お金なんていいよ、友達なんだし。ううん、気持ちは嬉しいけど仕事だからお金に関してはきっちりしないとダメなの。そっか。それじゃあありがたくいただきます。そうだ、もう一つ。前にね、面白い本を見つけたんだけど。ずいぶん古い本だね。これどうしたの？前に偶然見つけたんだけど、錬金術に関係してそうな本だったから買っておいたんだ。え？あ、これ錬金術のレシピだよ。本当？勘違いじゃなくてよかった。私のためにずっと持っててくれてたんだね。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。ようやくずっと抱えてた問題が解決したんだから。これで私もちょっとだけ自由に動けそう。自由に？それってつまり一緒に冒険に行ったりもできるってこと？もう少し細かいあれこれが解決したらだけど、その時はまた一緒に行っていい？もちろん、いつでも大歓迎だよ。冒険絶対に行こうね。開いてますよ。邪魔するぞライザ。こっちでもアトリエの方は順調か？アンプルさん、リラさん。はい、まあどうにかやっていけるかな。そうか、それは何よりだ。ところでフィー、ちょっと来てくれないか？フィー！フィー！あの、フィーがどうかしたの？ライザ、フィーについての詳しい話を改めて聞きたい。ふむ、石のような卵で光るか。孵化する前に何かきっかけになるような出来事はなかったか？特には。そういえば大きな壁画がある遺跡に行ったかな。壁画？どんな壁画だ？確か何か光ってるものが集まろうとしているような感じの。そうだ、その絵を見てる時に急に光り出したんだ。それまで一度も私の前で光らなかったのに。リラさん？おいリラ、ライザが怯えているぞ。ああ、いやすまない、少々思い当たる節があってな。え？フィーのこと知ってるの？いや、こいつについては何も知らん。私も初めて見たからな。だが、私の想像通りであるならば、卵の方は知っているかもしれない。実際に過去に似たようなものを見た気がする。その卵の殻は残っていないか？ああ、取っておいても仕方ないと思って捨てちゃった。まあそうだろうな。いやいい、
話を聞けただけでも十分だ。ふぃー、突然悪かったな。失礼する。そういうことだ。私も失礼しよう、ライザ。何だったんだろう。フィーのこと何か心当たりあるのかな。フィー、ほんとフィーは何者なんだろうね。フィーそうだね、元気ならそれでいいよね。新しいレシピ思いついちゃった。何作っちゃおうかな。何にしようかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。うまくいくかな。いい感じ。さすが私。どこに入れようかな。入れてから考えるのもありかな。いろいろやってみたいな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。物としては普通の飴で味もそこそこかな。けどこの飴玉は舐め続けている間ずっと空気が出るらしいよ。つまりこれがあれば水中でずっと息ができる。いかにも錬金術って感じだよね。私があげた本、そんなすごいのが載ってたの。ライザー、邪魔するぜ。いらっしゃい、クリフォードさん。どうしたの？ああ、そろそろ遺跡探索に行くのにいい頃合いじゃねえかなと思ってね。おっと、バレンツ商会のクラウディアじゃないか。先客がいたとは気づかなかったぜ。失礼。どうも。その飴玉見たことないな。ついさっき錬金術で作ったんだよ。エアドロップって言って、それを舐めている間は水中でもずっと息をしてられる道具なの。何？それは本当か？水の中でも呼吸することができるなら、時は来た。これを使ってあの水中の遺跡を探すんだな。これはただ作っただけで、そんなつもりは全く。でもそっか、これがあれば
タオが言ってた場所を探すことも。よし、決めた。タオたちに声かけて行ってみよう。もちろん、俺も行くからな。それじゃあ早速。待って、ライザ。私も連れて行って。え？ってことはもう。うん、この間のが片付いたから、これからは一緒に冒険できるよ。やったね、クラウディア。また冒険に行けるなんて嬉しいよ。こんにちは、ライザさん。また遺跡へ行くんですか？あ、パティ。あら、ライザのお友達？はじめまして、パトリチア・アーベルハイムです。ライザさんたちと遺跡調査をしています。そうだったんだ。私はクラウディア・バレンツ。よろしくね、パトリチアさん。クリフォード・ディズン、トレジャーハンターだ。よろしくね。よし、それじゃあ出発しよう。